出せたので嬉しいような。そうですね、楽しみです、はい、それでは始めていきましょう。アニミニション VS オルカの試合。おー、5対1、ヤハゼさんのアタッカー結構気になりますね。そうですね、注目です。さあ、まずは開幕の編成、ご挨拶でしたが、さあ、しっかり、あー、かなり削れた、弾集めてますね。さあ、まずシールド張り込んできたのはオルカ、うまい。いや、いいですよね、ヨカさんも壁1枚なんですよ、それでも前に出る。さあ、この1枚目のシールドを使ってね、しっかりと点数もぎ取ったところ、さすがですね。はい、ただアミニチョンまだシールド残してるんでね、こっからですよね。さあ、ここで両サイドのアタッカーのライフが残り1枚。いやー、白黒さんめちゃくちゃうまい、今の1枚目。さあ、正面から取り返してきました。いやー、ただマドさんがミドーラにしないですね。さあ、1-1、画面手前2人ともライフ1枚、った斜めから抜いてきました。これ5-3-1-1の速さが光るし、さあ、残り30秒。いや、しっかり反応しましたね。ヨカさんずっと耐えてますよ、これめちゃくちゃ大きいかと思います。さあ、いつまで耐えられるか、展開に非常に重要になってきます。残り20秒、シールドも少なくなってきた。モケさん、最後のシールドです。さあ、ヤッハル選手、やっぱりしっかり見てますね。いやー、5-3-1-1よく取ってる、すごい。さあ、ライフが取れてきた、残り10秒。さあ、ここは避けるだけでもいいか、前詰めるか。さあ、残り3秒、当たったけど、おーっと、なんとか、ここ